The Marunouchi Times。 Marunouchi は日本のビジネスの中心。でも私の目的は温泉なのです。靴を脱ぎ畳の部屋に上がる、日本旅館に泊まって温泉に浸かる、最高。ビジネスはきちんとこなした上で日本のおもてなしを丸の内で味わう、なかなか味わえない感覚です。世界をもてなす都市へ、人を思う力、街を思う力、三菱地所グループ。三菱地所東京ディクショナリー brought to you by 三菱地所。東京の今をキーワードから切り取る三菱地所東京ディクショナリー。今日は体育の日、運動会や行楽地へのお出かけをご予定されている方も多いんじゃないでしょうか。そんなレジャーシーンの楽しみといえばお弁当。そのお弁当の世界に今新たなブームが起きています。それが今朝のキーワード、麺弁当。麺弁当、お弁当に入れる主食といえばですよ、この時期は、新米が美味しいです。お米ですよね。おにぎりにするかそのまま入れるかの違いはあるものの、地域や世代を問わずお弁当の主食といえばお米という方多いと思います。しかし今年の夏から秋にかけてそうめんやお蕎麦を主食にしたお弁当を作る人が増えて話題になっているんです。このブームを支えているのがお弁当箱の進化なんですね。以前はお父さんのお弁当箱といったイメージがあった魔法瓶タイプのお弁当箱も、今女性が使いやすい小型化したものやカラフルなデザインのものも増えてきました。例えばキンキンに冷やした麺つゆや片面にこれ茹でた麺を入れて会社や学校に持っていきまして、家庭と同じような味を楽しむ。そしてこれからの季節はこちらも人気です。温かいスープを持ち運びできるスープジャーが活躍。今朝はそんな麺弁当を支えるお弁当箱、その最新事情について料理家でお弁当コンサルタントの野上由香子さんに伺いました。保温弁当箱は昔から例えば工事現場の方が持ってらして大きいものがイメージなさる方多いかと思うんですけれども、もっとコンパクトに女性向けのものもできてますし、あと電気プラグがついて直接温められるお弁当箱とか、あとは専用のケースがあってそれを USB とつないで温めるとか、保温弁当箱って実に様々なアプローチが広がっていると思います。電気プラグ付きなんていうのもあるんですね。保温弁当箱の小型化、 USB 接続もできて保温ができちゃう、様々なアプローチ、このお弁当箱の進化。年々進化を遂げるお弁当箱、売り場には他にもですね、自宅で蓋を凍らせて保冷効果を高めるランチボックスがあるそうです。さらに蓋の上がミニホットプレートになって生肉の状態から炒めたり焼いたりできるなんていう、そんなユニークなお弁当箱もあるんだそうですよ。一方でそんな独自に進化を遂げている日本の弁当文化は、今エコの観点から海外で注目を浴びています。容器を何回も何回も使い回すっていうところで、日本人にとっては当たり前のことも、海外からしてみると毎回使い捨て容器を使ってたものを何回も使い回す、リユースするっていうところがまさにエコフレンドリーだって言われています。でその中で例えば日本のわっぱがもともと木だけでできている、あの木とあと山桜の皮だけで編んでるように、そのまま土に還る素材で作られているって非常に注目される部分なんですね。で土に還る素材でお弁当容器を作りましょうというふうに取り組んでいる、例えばオーストラリアの会社さんですとか、そういうところも取り組んでいるので、本当の意味でのエコフレンドリーなお弁当箱っていうものも今後増えていくんじゃないかなと思います。弁当箱は何度も洗って使うところがエコフレンドリー。
中でも土に還る素材、日本の伝統の弁当箱わっぱが海外でも注目されているというお話でしたけど、この番組でもね紹介しましたね、食べられる食器というのがね海外でも出始めている。食器やお弁当箱のあり方、私たちの食生活、ライフスタイルの変化。今日お話しいただいた野上さんの著書、野上由香子のお弁当おかずの方程式、食材×味付けマニュアル、こちらは現在発売中です。三菱地所東京ディクショナリー、今朝は麺弁当というキーワード切り取ってみました。